さあ、M ポル時間がやってまいりました。本日604番目でございます。さあ、関係代名詞のお話をですね、まとめて、させていただいてるんですが、さあ、今日はですね、省略に関してやってみたいと思います。で、皆さん、学校、塾なんかで関係代名詞省略することができますと。というのを、まあ、聞いたことがあると思いますし、もしくは、長文読んでるとですね、あ、なんか省略されてるの。という場面で出くわしたことあるんじゃないかという感じがいたします。ただし、それをやっぱり何でしょうね、知識が不十分だと、じゃあ何でもかんでも省略ができるのかと、思ってしまうかもしれませんが、そうでもないんですね。ですからその後で皆さんちょっとやってみたいと思いますので、皆さん一つ目の例文、ご覧になっていただけると嬉しいかと思います。皆さん The God、whom he saw ですね。ですから彼が見たその女の子は is a nurse、 看護師さんです。で、またその文章を下ですね。The girl he saw、彼が見たその女性、女の子は看護師さんですという感じでございます。ですから、こういう皆さん漢字で、フームが皆さんこのあたりなんかないなぁと、省略されてるなぁ。でもそういうの OK なんですよね、という感じで認識されてる方多いかと。まあ、いいんですけども、形は実はちゃんとはっきりしておりますので、これにしっかり押さえた方がいいかと思います。でないとですね、皆さんこの下、ちょっと気になるかもしれませんが、このあたりやっぱ間違えてしまう可能性があるんですね。ですから、皆さん関係代名詞の省略、皆さんこの whom のところですね、なんかこの辺になんか足りないんじゃねえみたいな感じは認識できるかと思いますが、皆さんよくご覧になっていただきますとですね、皆さんこれ省略される左側にはちゃんと名詞がございます。そして右側も皆さん名詞が連続してるんですね。で、そうはどうですかと言われたら、見たよ、誰よってことですから、たどし。じゃあ後ろに目的語があるはずなんですが、目的語がないんですね。あら、ということです。ですからそういう時に実は関係代名詞の省略は発生させてもいいんですね。ですから皆さんちょっとこの上にですね、公式書いておきます。関係代名詞の省略パターンは名詞が2つあって、でさらにその右側に動詞があって、でさらに右側に目的語がないですよ、おーなしと書いてありますね。こんな感じです。ですから皆さん目的語ないですね。そういうパターンがバシッと決まった時に、ここに関係代名詞の省略が起こるんですね。ですから、まずこれがまず基本なんだというように押さえていただけると嬉しいかと思います。で、これを知って、まあこれだけしか知らないと、皆さん、二つ目の例文ご覧になっていただけると嬉しいかと思いますが、His knowledge impresses everyone who works ということで、これは省略されていないバージョンです。うんたらかんたら働いている全員ですね。ですから省略されてなければ全然問題はないんですが、皆さん関係代名詞 who を省略した works、 こんな感じ。 His knowledge impresses everyone works。 あれ、なんかこれ皆さん who がないとですね、この動詞の主語がこれでなんか全員働いてますみたいな、そういう変な解釈につながってしまう恐れが実はあるんですね。ですから今日皆さんこれ関係代名詞 who を例にとってますが、皆さん who の右側いきなり works ということですから、主語がいきなりないんですね。ですので皆さんこの辺主語ないなということです。ですから関係代名詞の who は一応こういう風に呼ばれております。主格ですよね。ですからこういう主格の関係代名詞、まあ、もっと言うと後ろ主語ないですよ、こういう関係代名詞の場合は、ではこういう感じで皆さん省略しちゃうと解釈ミスを起こすので、主語がない時の関係代名詞は省略したらダメなんですね、ということです。ですから皆さんこの上のところを書いておきますが、 S なしの場合ですね、これ皆さん今日たまたま風にしてますけども、フィッチも同じですからね、主語なしの場合は省略したらダメですよということです。
ですからそのあたりまでやっぱりしっかり認識しておかないとですね、何でもかんでも省略 OK というふうになってしまう可能性もありますので、ここはしっかり押さえていただけると嬉しいかと思います。では皆さん、相変わらずこれですね、赤シートで隠してスラスラ言える、これが皆さん正しい復習になるかと思いますので、このあたり頑張っていただけると嬉しいかと思います。いきますかね。では皆さん、次回605番も関係代名詞、引き続きよろしくお願いいたします。